はい、こんにちは。わーちゃんの前原です。今ですね、ハワイのホテルに宿泊してますね、うん、で、ちょうどこのタイミングでトイザラスがね、全店閉店間際ということで、うん、行ってこれましたね。パールシティっていうところにあるパールリッジセンターのトイザラス、うん、行ってきました、うん、すごい混雑だった。そうだった ね閉店セールでものすごい混雑で、うん、セールだし、みんなもう買い漁ってて、うん、結構棚もなくなっちゃっててね。そうだね、うん、で、その中で最後に購入してきたものをちょっとご紹介したいと思います、うんうん、で、トイザラスだね。そう、アメリカのトイザラスね。日本のトイザラスはしばらくまだあるみたいなんでね、うん、ああでもちょっと寂しいよね、うん、はい、まず最初に購入したのはこちら、ナーフだね。そう、ナーフのこの手榴弾みたいなやつね。そうだよ、すごいよこれこれ補給用パーツをね、ちゃんと、うん、投げて、まあ、爆弾にはなんないんだけどこれね、スポンジになってるからね、このやつがね、うん、そう、柔らかいやつね。だからこれまた日本に帰ったらあれやろうか、うん、ゾンビでやろうか。そうだよ、ね、そう、これ投げてボーンって爆発するやつ。そうだよ、はい。前からのホットウィール、うん、こんなのが出てるの知らなかったんだけど、このゴーレムドラップは最後に台があって、うん、その台がこのゴーレムを持ち上げて、うん、ボキューンって飛んでくんだよね。トロッコがゴーレムの手前に来たらゴーレムが上げて投げてますんだね。そう、飛んでっちゃう。面白そう、うん、こっちがイボーカートラップってことだよね、うん、森の洋館とかに言う人だよね、これ。そうだよね、確かに。最後がこれロブロックスっていうね、うん、アメリカで今ちょっと流行ってる、マイクラよりも流行って人気が出てきたっていうロブロックスっていうシリーズの人形だね。フィギュア、なんか手足をね、付け替えられるみたいなんだけど、うん、マイクラでもこういうのあるよね。そうだね、そうそうそう、こういうのロブロックスが2つ買っておきました、はい、はい。他にもね、本当はベイブレードとか買いたかったんだけど、うん、売り切れてました。そうだね、なかった、うん、そう。ナーフもほとんどなかった。そうだね、うん、ナーフは買えたのがこれくらいとか、目星いのはこれしかなくて、うん、他のガンとかもね、割と持ってるのが多かったから、うん、でも高いのもいっぱいあって、でかくて、あ、そうそう、でかいのはちょっと持って帰れないからね、うん、今ね、しかも、ね、あともう一個あった、これこれビジェットキューブ、うん、これはエシンクの手遊び用に購入しましたね、うん、これ車の移動中とか、そう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 ね、うん、もうちょっと本当は買いたかったんだけど、うん、あんま目星いものなくて買えなかった、うん、すごい大人気でしたね。そうだね、あ、残念。なんか、ね、アメリカントイザラスって結構、ね、いろんなものを買って、特に前回のね、フロリダの旅行の時はいっぱい買ってさ、そうだね、うん、現地でレビューしたけど、うん、もうトイザラスがなくなっちゃうみたいな、今度アメリカに来た時はもうないんだなと思って、ちょっと寂しかった、うん、はい、ということで今回はさよならトイザラスということで、アメリカのトイザラスの最後の購入品のご紹介でした、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンとグッドライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録をお願いいたします。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。